こんにちは、茶の湯チャンネルナビゲーターの木飾るでございます。個性あふれるお好き者さんたちを紹介する好きスタイル。今回は学生の頃からの茶道具マニアのお友達天猿さんと茶道具を持ち寄ってお茶をすることになりました。持ち寄った道具でお互いにお茶を立てた後、持ち寄った茶杓の拝見でございます。こんな小さな竹のヘラどこが楽しいのという方も多いかと思いますが、実際のお茶席で茶杓を拝見する様子をご覧いただければと思います。茶の湯チャンネル。茶杓勝手に拝見してもよろしいですか？はい。茶杓拝見してもらはい。あ、お湯美味しい。やっぱりよくお湯が出れてるわ、こんなとこ。水と熱みしながら、利休ですか？いや、実はあなたが最初におっしゃったのが正しくて、はい、あ、オリベ、そう、利休と水分にはちょっとこう、まあまあまあ、まあ利休っぽくもあるけどね、限りなく利休よりも一つ攻めようようなところもあったりで、まあ、なんか見やすいオリベだとは思うけど、綺麗な尺ですよね。ね、いいよね。まあ、まあ、見やすいもんだと思います。見やすいですね。はい。さすがでございます。はい。はい。独立なんですけど、まあ、だから、これが独立で、はいはいはい。独立なんですが、薬師院参り。薬師院参り。なるほど、なるほど、なるほど。そっとくよくしぼーっとしてるんだけど、うん、あ、いいんでしょ、それはね、うちはね、うん、あ、そうですね、よくしいのある、あー、よくしいでも、セアフリン戦争かな、よくしいでも、でもなんか痛いもんね、で、更新が、あうるおり作と、うるおり作、なるほど、普通とも更新ってのが嬉しいよね、そうですね、しかもすごい丁寧な作りね、まあ、今年は、まあ、このコロナの年でもあるので、はいはい、薬師院で、なるほど。それでいいかなっていうのは、ちょっとあれ。まあ、オリベと一応ね、オリベは一応お茶の指定だっていうからさ、ああ。ね。オリベにお茶を、はいはい、と言われてるので、なるほど、なるほど。もう一応、上に乗せるようなお茶を。なるほど、なるほど、なるほど、そういう。うん、モトンがあのチャリ薬師になすだった。あ、そうです、そうです。だよね、はいはいはい、うん。あ、それとも合いますね。合うね。うん。つか同じ人かもよ。あの、ひょっとしたら。あ、そうですね。うん、薬師が持ったから薬師になすなんでしょう、きっと。うん。なんかでも、1話目のこの、ニセゴキ2話目ってのもなんか、そうですね。いい出会いよね。この取り合わせ、なんか、いや、結構。働すの。うん。まあ、相当、贅沢は贅沢ですけど。まあ、両方とも京都にあるもんだしね、やっぱりね。ああ、時代もほぼ近接してるわけだから。はいはいはい。ちょっと私の茶杓持ってきて。あ、ぜひぜひ。とりあえず一つね。はいはい。もう、お茶ですね。はい。のお茶だね。はいはい。で、こちらと。おお、面白いね。おお、あ、そういうことまあ。ポスト利休って感じだね。はい。うん。何やっぱドアンとかいうわけ？てかオリベ？オリベです。オリベやっぱり似通ったもんね。はい。ちょうど用意したのが同じっていうのが。ね、似てるよね。あれ、見劣り方なんかよく似てるわ、はい。これも同じような時代だよね。はい。やっぱ、いや、これがドアンとか？あ、おっしゃる通り。そうなんさすが。うん。まあ、時代でも一緒だよね、いずれもね。はい、で、両方ともこの。おぉ、なんと、直裁。はい、直裁です。おぉ、あ、この、こっちの直裁はなかなか、あれね、綺麗な。はい。あ、いいじゃないですか。あ、両方とも、ね、はい、骨折ともで。あ、中身がいいし。はい。それはそれは。なんか、似たような、あれだね。そうですね。時期が近いのかな。箱が全然違うんですけどね、これが。あ、そうね。外箱がついてるのと、うんうんうん、こっちはもうこれだけで。なるほど。かぶせで、はい。そうですか。いや、この3本っていうのもまた偶然というか、うん、そうね、確かに確かに、はいはいはい、ええー、じゃないですか。なるほど。うん、
あの、リキューさんに比べてこのオリベもあれだけど、こうちょっと解析長い感じするよね。あ、そうですね。そこがなんかこう、なるほどなるほど、手強さというか。うん、まあこれ、まあ、小案とするにはでも確かにちょっと、太い感じがあるんだよね。これがもう一つ華奢というか繊細な雰囲気出てくると長安なんだろうけど、なるほど、やっぱりそれって一つはこの解析の強さかなっていう気がするんだよね。うん、うん、おー、なるほどね。そっちはもう一つグッとね、タレが強いしね。うん、上げ強いですね。うん、似てる。あ、でもよく似てるから。うん、うん、そうですね、本当に、うん、いや、だからまあ、同一って言われりゃ、同一作者って言われりゃそうだねって感じ。そうですね、うん、そう、これは確かにこう利休も感じるんだよな、これは。うん、確かに、そういう中で、うん、なるほどね、面白いですね。結構オリタムが強いんですね、そう。あ、そうね、うん、これがオリベルだね。そうですね、そうですね、オリベルの強みの方、はい、これはなんか同案って言われてもそんな気するけど、はいはいはい、こっちはオリベっていうには弱い感じになってくるよね。あー、確かに、こうはないよね、はいはいはい、こうなんだよな、はい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 、うん、確かに、うん、これが一番強くてしっかりしてる感じしますね。まあ、そんな、うん、なんとなくする、あの、有吉が強いんでしょ、これがもう一つ、ね、うん、そうですね、うん、ありがとうございます。綺麗な巣だよね、これね、はい、時期帯でもね、本体がすごく大事にしたんでしょうね。そうですね、箱も綺麗だもんね、はい、うん、私持ってる茶色の中で一番これ好きなんです。あ、そうなんですね。そうかそうか、いい茶色、はい、うん、あ、これ見たことある、どっかだよこれ、どっかの家だよ、この家見たことあるな。あ、うん、どっかの家だ、新祭創始とかでも、ほら、直祭じゃなくて。ほら、新だよね、直祭じゃなくて。そうですね。心拍と混じった。そうです、取れるか。あ、取りましょうか。大事にしたんでしょうね。そうですね。おぉ、大事にしたか。じゃあ何にしましょうか。うん。ここにクラフトある。そうそう、これ、ああ、ほんとだ、ごめんなさい、はい、どうぞどうぞ、うん、これはなんだけど、なんかこっちのこれ見覚えあるんだよね、この応用字といい、うん、ほう、なるほど、うん、ちなみに、これなんてどれぐらいわけ、これかなり昔買ってるから、あ、そう、でもそんなにしたかったです、あ、そう、うん、じゃないと思うんで、あ、そうかそうか、うん、まあそうだよね、とか、そんなのかな、それよりは、あ、もうちょっと出るかな、はい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 、うん、この尺だったらでもね、結構、うん、もっと上でも全然いい感じは、うん、なるほどね、乗せてみる。いいな、確かに乗せてみる。とりあえず乗せてみた。とりあえず乗せてみた。うん、茶の湯チャンネル。